はい。かずきだよはい。ということで、まだ風が治っておりませんが、えー、今日、グループチャンネルの撮影に行って帰ってきました。はい。はい。なんか、終わったので、この達成感っていうのがありますけど、顔がテカテカですね、これ。顔がテカテカですよ。喉もカッサッカッサですよ。はい。はい。ということで、えー、メイクを、はい、落としていきたいと思います、 メイクを落としていきたいと思いまーす。イエス。はい。じゃあ行きまーす。まずちょっと、この、この、カチューシャのこれ邪魔だからこれ取るわ。はい。はい。ウィッグはこのままにしといて、この状態から落としていこう。この方が面白いでしょ。いきまーす。まずおでこ、おでこちょっとね、べたついてるから先ちょっとここふかして。で、チーク取るか。チーク取って。 っぽいな。うん。疲れましたよ。いや、本当ベタベタでしたね。で、つけま取ると全然別人になるから、取ってみるよ。 いやーこんな風なのに、ねえ、こんな風なのに大宮まで行くとは思わなかったな。ああ、結構、結構移動したぞ。あい。いやあ、花の下カピカピだやば。だんだん高見沢さんみたいになってきたな。 いや、高見沢さんに失礼だわ。はい。ほどほどに落とすとこんな感じ。なんか昔のキムタクみたいだな。昔のキムタク感が否めませんね。ちょ、待てよちょ、待てよ はい、似てない <laughs>。キムダク感すごいな。君が何かを伝えようと握り返したその点は。はい。<laughs> 僕の角度の柔らかい場所を今でもまだ締め付ける。ダメだ、出ない。ヘロヘロしてたの。はい。取っちゃおう。遊遊び始めちゃった。次ね。この状態だから。ういや。なんだ、この髪型は。 なんだこれ。ますますキムタク感すごいな。一式こんな髪型してたぞキムタク。すげえ、キムタクに似てないかいや、キムタクさん申し訳ねえんだけど。あんまキムタクってレンコしちゃよくない気がする。ちょっとキムタク感すごいよ。なんだろうこのキムタク感。これ脱ぐわ、これ女っぽいからね。キムタク感すげえ。なにこのキムタク感。言いたいだけになってきたよ。 キムタク感がすごいよ。でこうだな、なんか、ここか。キムタクじゃん。<laughs> あと誰かに似てる気がするな。子孫、子孫じゃ違うな。え、えすげえ、この辺、キムタクっぽい。えー、いや、面白、面白、面白いな。 うん、この顔、キムタクっぽいな。似てるなんか似てない気のせいかな今度、アイメイク取りまーす。キムタク遊びはこの辺にして。最初、このウィッグ外したとき、髪見たとき、ちょっとあれだよな。 松田翔太君みたいだなと思ったけど、あ、やっぱ違うわ、顔があんなに濃くねえやと思って。<laughs> いやーあんな顔は濃くねえよな。あ、いい感じに撮れてきましたよ。結構、アイメイク撮るのが大変なのよ。あ、あ撮れた撮れた。次。<laughs> いやー 顔に俺感出てきたんじゃない <laughs> 眉毛残しにしてみるかこれでイメージ変わるか眉毛残しして <laughs> あとまあでかめカラコン入ってるからまあねあのー、濃い濃い,濃いっつうか目がでかく見えるような。 うん眉毛とカラコン以外を取、まあ、った人のいだけどどうかなこの髪型が、うん、髪型が髪型がどうなってんだこれあ相葉くんもこういう髪型してたよね相葉くんかはないなこんな感じかじゃあ眉毛も取ります 取ります、はい、どうもキムタクさんに引っ張られてなんかスマップの曲を口ずさんでしまうんだけど「ララ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  ダイナマイトなバディ。でもいいんじゃない。でもいいんじゃない。愛が溢れてる。ドゥアのダイナマイト。おーい。ほぼほぼ撮れたかな。赤いな。よ、えー、し、最後仕上げやるぞ、仕上げ。全部撮っちゃおうぞ。よっしゃ、ほぼほぼ綺麗なんじゃないかな、これで。はい。 分け目変えてちょっと分けせっかくだから分け目変えてみようかな分け目を変えたらどうなるの分け目を変えたらどうなるのどうなるのああこうなるんだ前髪伸ばしたらこんな感じになるのねこういう前髪の人っているようなおこう,こう これ全部取ると、ちょっと、相葉くんっぽい気がするんだけど、気のせいかな。目が黒目がちだからってのもあるかな。ちょっと変わるな、やっぱり。で、最後に、じゃあ、カラこも外しましょう。 はい、いつものかずきだよ。はい、元に戻りました。はい、声逆でーす。<laughs> はい。はい、声逆でした。はい。この姿に戻ってから声高くしてどういうことっていうね。はい。こんな感じです。はい。はい、鼻が、やばいね。ね早め直さないとね、もう。もうあとは休むだけだよ。ああ。 いやーいやいい仕事しましたわ、今日も。はい。はい、ということで。またね、これからメイク動画とかも出すと思うんで、とりあえず、はい。今日はここまで。はい。はい。はい。では、また。<laughs> 軽い感じで終わるけど。